はい、こんにちは。昆布チャンネル TV、ミネラル豊富テキスト11でございます。と、まだ、キャラが定まっておりませんが、私、どうしても、ミュウツーの強さ、活躍を見出したい、ということで、自己満足の世界になりますが、今日は、ゴローニャレイド、ミュウツーで挑むゴローニャレイドにお付き合いいただければと思います。私、ちょっとミュウツーの方3体しかおらずで、そちらの方で、レイドの方をさせていただければと思っております。今、ミュウツー、2体、強化してなかったので、強化の方をさせていただいております。PL30 まで、ポケモンレベル30まで、前回の動画でも、少し、ポケモンレベルについて、解説させていただきましたが、2体、ポケモンレベル30にして戦えるまで、今強化させていただいております。まずは1体目の方を強化させていただいております。でね、皆さんがゲットしたミュウツーをゲットした時点で、実は砂の始まりっていうのは2500で、PL30 まで、するにはどのぐらいかかるのかですよね。はい、皆さんがゲットしたミュウツーをポケモンレベル PL30 にするための砂の消費はいかにっていうところが気になるところだと思いますので、私その辺をちょっと調べました。皆さんがゲットした2500からこのように、やったらどのぐらい消費になるか。はい、ということで、星の砂は2500からスタートします。 PL30 までに7万5000必要でした。で、飴玉は66個で PL30 になります。はい、こちらの方、覚えておいていただければ、ミュウツー使いたいと思った時に、これポケモンレベル30、このラインで、まずは戦えるポケモンになるということで、皆さんもぜひ、ミュウツーの方、ちょっと個体値は低いのが先に出てるんで、飴がもったいない、砂がもったいないって強化してない人もいるとは思いますが、使おうと思うときは、ぜひこれを参考に、ミュウツーの方を強化していただければと思います。で、前回もしゃべりましたけども、簡単な強化方法は、砂が5000になってから2回でポケモンレベル30になります。はい、ということで、今回、全部格闘でゴローニャに挑みたいということで、ミュウツーのゲージ技を、気合玉、格闘の気合玉にさせていただきました。はい、ということで、ではミュウツー3体、怪力3体、格闘で挑むゴローニャレイドの方を、見ていただければと思います。皆さん、参考にしていただければと思います。ゲージの方をちょっとアップにして動画の方を作ってますので、減り具合だったりなんなりをちょっと、私もちょいちょい解説入れながら、皆様に見ていただければと思います。ミュウツー3体、怪力3体、この下の怪力はもうマックス強化です。はい、で、上のミュウツーはマックス強化1体にポケモンレベル32体でございます。はい、1体目、ここでちょっと、見てもらいたいのが、通常技で減る量で、ロックブラスト、今回ロックブラストだったんですけども、ロックブラストで減る量、結構減らされます。なんでね、実はミュウツー、これマックスミュウツーなんですけども、ちょっと私も操作下手で、逃げることもせず、体当たりで、大技1回しか、気合玉1回しか、打ててません。で、ゴローニャ、ロックブラスト3ゲージ技で、弱技なんていう人もいるかもしれませんが、かえってちょこちょこ打たれて嫌なんですよね、こういう技って。弱技、強技みたいな感じで言う場合も、言うことも多々ありますけども、いや、強いです。はい、ロックブラスト3ゲージ技だろうが何だろうが、強いものは強いです。で、これ2体目、3体目、やっぱり一発しか打ててません。というのは、後半、怪力も出てますけども、怪力とミュウツー、ゴローニャに受ける通常技の幅はそんな変わりがありませんでした、ここを見てて。ただ、ロックブラスト受けたとき、
減る幅はミュウツーの方が減らされてます。なんで一発しか打てなかったんじゃないかなと思っております。エスパーと格闘なんでエスパーがやっぱりちょっと弱いんですかね。で、怪力の方はどっちも格闘技なんでロックブラスト受けてもそんな幅が薄かったのか、怪力の方は完全に2発受けてます。まあ個体値もいいんでね、耐久力も高いのかなと思ってます。結果まあ58秒57秒となってますけども、減る量はやっぱりこの一人で挑んでこういう感じですね。見ていただければ通常技でちょこっとこう減る、はい、で今ロックバーストを受けるとこの幅です。この幅がやっぱりミュウツーの方が大きい、ミュウツーの方がこう受けるダメージが大きかったです。まあね、ミュウツー気合玉発動するまでも長い時間かかるんでね、まあ今後私はミュウツーの使い手になって、実はミュウツーって使い方で強いんだよぐらいな、俺ミュウツーの使い手だしぐらいな、そういう風になっていければいいなっていうか、ミュウツーの強さを見出したいなっていつもなんかいろいろ考えてます。はい、ということで3対3対見事にやっつけられました。はい、やっつけられました。ということで、はい、まとめて言えばこれゲームウィズさんのゴローニャ攻略に必要だよっていう、適しているよっていうポケモンたちです。やっぱり草タイプ水タイプってのが押されております。種マシンガンソーラービーム、はい、ナッシーがフューチャーされてるような感じです。ポケモンの面白さですよね。このポケモンにはこのポケモンが強いと。でいつかミュウツーはもう十分怪力には強いんで私は大好きです。まあ皆さんも大好きですよね。はい、というような検証動画になります。私のわがままにお付き合いいただきありがとうございます。ご視聴いただけで面白かったなと思えばグッドボタン、チャンネル登録もよろしくです。いや面白くなければそれはそれなりに下向きボタンでも大丈夫です。はい、ありがとうございます。